黒散歩というわけで始まりましたけれども、久しぶりの登場でございます。スロー散歩、皆さんね、一生懸命散歩してらっしゃるところ、私も陰ながら応援してましたけど、ついに、ようやく呼ばれて、呼ばれたと思ったらですね、ここがなんともう岐阜県ということでね、ちょっと足を伸ばしすぎた感がありますけれども、今日はグランワールドカップ各務原店さんに私スロー散歩としてちょっと徒歩で、都議会から来ました。ちょっと徒歩で来たんでね、あの開店と同時の到着になってしまったんですけども、もう店開いてて、今回この一発ではなく、実は明日、翌日ですね、もう一回私散歩する予定です。岩槻の方まで、散歩する予定なんですけども、その2つの散歩を合わせてその3枚をね、上げていこうと。1000枚、プラスするごとに1名様に3000円分のクオカード、申請できるということなので、そうですね、やっぱね、その歩き損にならないように、もう万歩計もカンストしましたんで、だからね、これで負けて帰るようだとダイエットにしかならないと思うので、財布のダイエットにもなっちゃったなんてね、いうことにならないように、もう実は回転と同じぐらいついたので、先にもう台取ってきました。それじゃあ、広い店ですね。あ、絆番長3はほぼ満席。この番長はなんでベル4個引いてやめたんやろ。ベル4個引いてやめるってなんだ。まだ朝一でもう一台空いてますけど、わかんないけど、すげえ昨日出てたやつかこれかなんで、こっちにします。じゃあこれでいきます。しかもまだ対決やってないしね。あ、レア子役で対決やって負けたのか。それか、それだろうね。じゃあいいや、これでいこう。まあ2店舗なので、目標としましては、今日はもう番長3取ったので 2000枚プラス、だから2名様で、明日多少減らして結果1名様で、頑張っていきたいなと思います。トータル合わせて1名様に、いきたいなと思います。というわけで、ちょっと喋りすぎましたけれどもね、スロー散歩なので立ち止まって喋るのはね、散歩とは言わないんでね、ぼちぼち歩き出そうと思います。もう9時34分なんです。開店してから34分経ってますから、どうせに使われません。もういいですってね、ディレクターさんの方からもう大丈夫ですっていう風に来てます。嫌です、嫌なんですね。やっぱり自由にやって聞きましたから、スロー散歩、スロー散歩はそれぞれがそれぞれ、もうね、もう上野くんなんかカメラを雨から守ろうと今必死です。ちっちゃいカメラを雨から守るため、今こうやって雨がちょっと強くなってきて、手でこう今やってますんで、皆さんも今こう彼の頑張りに応えるようにこう分かりました。それでは早速ではございますけれども、入店して実践開始しようと思います。実践結果お楽しみに。けれども、まあ僕が入店してうろうろしてたり、まあ番長3は明らか1台の状況で、すっげえ昨日出てたやつがまだ空いてたんですけど、でそのぐるぐる見回ってる間に1台35ゲームやめっていう台が、この角台が空いて、でベルが今4個で、上も4なので、対決も飛んだとしたらレア子役、まあ、予想としてはこの35ゲーム以内にレア子役引っ張ってきて対決飛んで負けたからやめ、朝一の 10% 取れなかったからやめっていうのが、予想かなって思うんですけど、また仮にねチェリーとかで飛んでれば設定差ありますし、何にせよまだ何も分かんねえだろうということでこれにしました。昨日と、一昨日も比較的回数は控えめですので、まあ抜群に
角で目立つ位置だし、ベル4個引いてあるのがお得だわと思って、行ってみよう行ってみよう。あーなるほど、引き継いでますなこれ、おそらく。おるな、飛びましたな。あれだ、ああ飛んだ、ほぼ飛び。リセットとは言い切れないスタートですね。据え置きの目も捨てきれないというか、どっちかっていうと据え置き寄りかなっていう感じですけど、どの道断言できないっていう。誰だよてめえかバカ野郎。あ、そっか、ベルの押し順ミス。ほう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 、あーミス、2択ミス、死亡。まあこっからですわ、その台の良し悪し見るのは。ほいほいほい、来たチャンス目だ。とりあえず対決は勝って、よし勝っちゃおう、勝っちゃおうぜ。時を同じくしてベルカンの7個。あーまた1ゲーム早い、大相撲だけは勘弁してくれ。バドバドだぜおい、絶対に負けられない対決が来た。仮にオール外れだとしても負けちゃダメだよこれ。あーリプレイか、この停止系で MB オアリプレイなんですけど、うわーまずい。とりあえずはこれでここでは勝てないだろう。よし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 、戻ったろ、大丈夫だろう。だ弱い、より弱い演出が出てきたら、あお弁当、このタイミングで弁当。 OK、 俺の歴史にまた1ページ。いやすごい、ダイはやる気、ダイやる気あったな。自分はこれもう心配になるぐらいやる気ねえもんな、自分の引きは。よいしょーい、さあ初当たりゲットでございます。始まるかい。いやようやくスタート、16個ベル持ってスタート。開始から全長はないってことはベルは足りてない。お銀ナビ17か、ここか、17個巨大が来た。17個か、ややチャンスよりかな。なるほど、ベル以降は悪くねえな。さあ合大寺行くかどうかの前にファーストチャンスが訪れました。こっちは弱い、おチャンスパターン。いやどうだ、あれ揉む、ありえるか、まだベル聞いてねえぞ。あーオールリプレイ、勝ったりする、勝ち確定の対決だったらこれはさすがに。よいしょい、ラッキー、オッケーオッケー。とりあえずは OK、 タイトルは切りろ。リセット目でございます。ちょっとベルカンは不安か。
あかん。やっぱり、うわ、最初の初当たりはループなしと。ここは勝ちたい。ベルの規定回数自体は今のところ恵まれてますね。ちょっと、まあ設定6じゃねえかっていうには、あ、トップか、もうちょっと厳しいってことはないけど、対決連チャンに飛ぶ回数が少ねえかなとは思いますが、まあ、32をまだ超えてませんし、一番深いところで17かな。まあいずれもゾーン中ですけど、まあ、番長3で6を狙うってとなるとね、まあ、かなりハイスペックなんで贅沢。お、早っ。よーったー。第一停止で動いてた。多分今ゲーム数的にもね、特訓のゲーム数かなり短かったんで、ここは勝たなくちゃダメだ。外れ。番長の攻撃。いやあー、リプレイ。やったー。危なかったと思います。今危なかったと思います。はい、今これマジ高校押してたら外れてた可能性あると思います。今微妙かー。あー、行かないか。おー、きた。勝てるやつでお願いします。もう弱とか中とか強とかそういうの、勝てるやつ。無理。めんこ無理だって言う。ノリオで、うわ、オールベル、オールベル。いや、これマジ、これはもうね、番長さんサイドだよ。いや、ダメな気がする。よいしょ。あー、よかった。はい、はい、言ってみよう。はい、出番です。鏡さん、出番です。あ、くそ。まあ、よしとしよう。オッケー。下パネはついたまま。オーケー。チャンス目で、あ、あ、あ、チャンス目だ。ここもチャンス目、2段7が下に2つとなったらチャンス目1角で、今もうこれ共通ベルかチャンス目、チャンス目やね。よし、頼むぞ。チェリー。あ、終わっちゃうな。先に終わっちゃう。これ告知出んのかな、この場合、当たってた場合。出ねえのかな。とりあえず見た目上のストップ当選はなし。イサオのトドロケドリームだ。オッケー、いけるだろ。よっしゃ、これぬー。500枚、半分は戻ってきたね。ギリギリ間に合わず。30個。いや、いなそう、終わりそうだ。よし、オッケー。
なんとか6セット高台寺のチャンス。おビラが出たぞ。キュイン、あーしゃー、高台寺った。あーチャッピー選手か。おお来たぜ来たぜ、おいおいおい、絶対に負けちゃダメです。今キーパーいない状態です。いわば 1-0 後半20分、キーパーいない、あと蹴るだけ蹴るだけ蹴るだけで入る、蹴るだけで入るぞ。多分今一応枠には飛んでる枠には飛んでる、枠に飛んでます、枠に。これで外れたら物理法則無視してる。よし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 、あーはい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 、いいでしょういいでしょういいでしょう、全然いいでしょう。天国飛べ、あわよくば。2発目の番長ボーナス消えず、これ多分ここで当たってね、告知かなんか出たな、そんな気がする。潜ることあったかな。とりあえず対決は持ってるんでね、1個はあるよっつって、ここで取りましょう。まずはのりおちゃん、よし、ベルだろ、白、あー微妙、あー負けた、これは負けた、さすがに、さすがののりおちゃんもゴリップ岩尾出てこねえかな。でも大体ね、あれなんだよな、前兆強いからな。もうやめてくれよバドミントン、くる白、よっしゃ頼む頼むよ、いいだろう、いやいいだろう、さすがに無理だ、負けそう、やっぱりバカ野郎、くそ、種目を変えてください。バカにしてんな、さてはバカにしてやがるな。バドミントンだったら絶対負けねえと思ってるだろうこの野郎、許さねえ、勝つ。どっこいせえ、ほら見てろよこら、どれよこせ、塊塊よこせ、よし、これに来れたら二度とラケット持ってくんじゃねえ、バドミントンだと勝てるんだ、おぐしおだぞ、 あまりにバドミントンに関する知識が低すぎてね今一生懸命引き出し上げたんですけど、出てきたのがおぐしおっていうワードしか出てこない他にない、申し訳ない。おこれは対決がいるんじゃないか、銀ナビだったぞ、いるだろこれ、やっぱりてめえラケット持ってくんじゃねえぞマジで、置いてこいっつったろそれバドミントンばっかやりやがって、もうちょっとね、温情のある種目
配分でもバチは。いや無理だ、1個では無理だ。ああすぐだもん、すぐだよあいつ。一応投資分の回収には成功しておりますが、おそらくここで連チャンが途切れるんじゃないかという予感がしております。さあジャッジメントタイムだ。ダメそうだ。ああやっぱり綺麗にないね。なるほどなるほど。まあ、とりあえず引き戻し見つつ、ここがまあ32個以内には対決飛んでくるので、そこまではケアしましょうか。チャンス目かな。飛べ。チャンスの分ね。よーし、懲りもしねえ野郎だ。通常時に戻ったってのに。おっと強攻撃だ。弁当じゃねえか。MP だ。あ、4ゲーム、うん、むむむ、いったんじゃないかこれ。えとりあえずは負けるべここで。で特訓ドン。あーいるね。これはこれはのノリオ、お前まさか頂き中のお詫びを今。さっきはすまなかった。たどろきくん、トドロック意地悪してごめん。そういうことでいいね、ノリオくん。君が面子を持ってくることを信じてるよ。そうだ、面子だな、うん、よーし、よし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 、まあ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 種目はよかろう。いいね。そう、ああそう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 。弁当、弁当だ。弁当だ。てめえこれで買ってみろこの野郎。フルコンボ、フルコンボ。さあ行け、ノリオ、空気読め。なわけないでしょ。よし、よし、やりやがった。いや、いた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 、お腹痛い。マジかよ、あの野郎。二度とその面見せんな。ただじゃおかねえからな、マジで。稼働上がってきちゃったな。まあちょっとあれですな、強いオクスロはやっぱね、オクスロが盛んな地域だけあって、結構しっかり粘られてますね。うん、稼働すげえもんな。あんなジャグラーになっちゃうかな。6じゃねえかみたいなのが空いてるんですけどね。ビッグ5のレギュラー9で133分の1なんですけど。OK! 行ってみよう。
アイムジャグラー EX ですね。ニューアイムジャグラー EX を何だっけ、後ろに、AE かなんとかエディション、アニバーサリーエディションだ、そうだ思い出した。アイムジャグラー EXAE、まあ、新しく出たアイムジャグラーシリーズの、いつもと同じやつって感じですけど、これが1867グラムで5の9、号数133分の1ですね。まあ、4、5ぐらいは見えるけど6もありえるよみたいな感じでございます。今の持ちコインというか3枚が790枚、番長やめた時点で790枚、850枚投資の790枚なの で今からまあ1000枚浮かすってなると、すぐ当てて AT-ART 機始めるか、まあ、ノーマルタイプなり、おうピエロリノなりね、そういうやつなんですけど、こういうのが大事なの。逆押ししててよかったってなる。こういうのが大事、大事にしていこう。よいしょ、サキピカリチェリー同時当選、オーケー、綺麗だな、新しいの。ちょっと色変わってるな、前のやつより。さあ、大事なのは BR ですよ、こんな短時間勝負は。そうだ、ほら来た、こう設定してたらどうなんつって、今はいらねえもん。5の10、おい、これね、この手のジャグラーはね、2パターンですよ、この後どうなるか。ビッグが追いついてきて、すげえ頑張るか、レギュラーが結局走りっぱなしで合成が落ちていくかの、どっちかなんですよね、経験上。ここからビッグ連打し始めて、合成をた、あ、ピエロです。はい、ピエロですね。20枚ストックしました、今。本来であればピエロ揃うわけないやつを2回揃ってます。ともに1000分の1ですけども、そんなも低いんだったらビッグ引っ張ってこいと思いがち、ジャグラーでは思いがち。これ中段に7をね、押してると右リールの、ここからはチェリープラスビッグか、チェリープラスレギュラーか、単独レギュラーで、ここからは単独のビッグしか出てこないんで、まあ、本当にフル攻略するんであれば、もうこの7、下段に止まった時点でもうこっちも7を揃えに行くっていうのが、実は次の1枚掛けの1枚をね、フォローしなくて済むん で、まあ、あとはね、そのちょっとした楽しみ作るために、集団に止まった時にブドウはボーナスを、ここわざと7狙っちゃうみたいな、ブドウかなみたいな。でこの左でね、ブドウがずれた時に、よいしょ、ねえねえねえ、でこの出目の話してる時に光るの全部先みたいなね、分かっちゃった。よーしよーし、危ねえタイプだなこれな。口だけタイプのジャグラーの可能性がありますね。やればできっからタイプ、大体成績としては真ん中ぐらい、悪くはない、決して悪くはないですよ、成績としては大体真ん中ぐらいなんですけど、まあ俺は全然トップ取りますよみたいな。おお、一芸連すいませんでした、なんか口だけタイプみたいな、すいませんし、一芸。ただこれがもしレギュラーだった場合はまだ口だけですね。いやだからやれるっつってんべ、強めに口で言ってきてる。これビッグだったらちょっと謝ります。口だけっす、これ口だけっすね。口だけっていうか、実際多分高設定だと思うんですけど、その口だけって実力がない口だけではなくて、実力があるけどやらない口だけっていうんですか、やるっす、マジマジマジやるるっつで、周りもやれる、やればあいつやればできるのは分かってる、ただやらないっていう、いややれば、や俺マジすげえ速いっすよみたいな、ボコボコにしますよマジでっていう感じ、分かってる、もう見た目が強いから、見た目ゴリゴリのマッチョだから、レビンさんみたいな、見た目レビンさんの、もう
マジ俺ボコボコですからマジで。ただ実際にボコボコにスカッツとしないっていう状態ですね今。この12で合成が119分の1ですね。どっちかっていうと5に4のかな、6の方が比較高いからわずかな差ですけど、おう、いとこも早かったですけども、まあこれあの単独レギュラーですね。うん、分かってる分かってる、いや俺マジやります。お、分かってる、やれないわけない、やれないわけないと思う、そんなはずないもん、マジで。うん、やろう、ぼちぼちやろう、間に合わねえから。うん、やりますやります、一瞬っすよ。ちょっと出ちゃってるもんね、もうちょっと出ちゃってるもんね。うん、レギュラーだけでちょっと出ちゃってる、ちょっとねえ、このバシバシ、あ、ピエロね、うん、なんだあれかな、これピエロとビッグのフラグが入れ替わってる。確か1000分の1だったんだと思うんだ。うん、変わったのかな。いや、M ジャグラー EXAE アニバーサリーエディションだから一応ビッグ1000分の1になってますんで、設定さなくてっつって、あ、そうなんですかっつって、じゃあどうやって出玉、まあ、ピエロっすね。ピエロ、ピエロとレギュラーっすね。ピエロとレギュラーの合成が大体140分の1ぐらい。どこ合成してん、何合成しとんねんそこって、ね、あ、そう、え、ピエロ揃うと何枚出るんですか。10枚ですね。あ、おー、来た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 、よし、ビッカク滑ってれば、たまにね、目押しミスってここにビタ押ししてるとここからレギュラー出てきますけど、誰が3枚掛けせえっちゅった、俺今1枚入れたやろ、押しちゃったのかな、癖で。よろしい、よっしゃー、51ゲーム早い、めちゃくちゃ当たってる、ようやくです、ようやく台がやる気出しました。うるせえな、だからやれるっつってたなっつってね、今助かります。これこれこれ、これをやってくれないと、あっちゃですか、さすが、どんどんやっていってください、マジ半歩ないっす、ビッグ半歩ないっす。現実的に人の目気にするまでにあと7発引いても大丈夫なんで、やっぱ世界クラスのジャグラー先輩大体1対1なんで、本気出すと、ありがとうございます、お願いします、次の試合もお願いします、どんどん行ってください。110分の1じゃないですか、先輩。いいですか。110分の1。ビッカク350分の1ですね、ええ。まだビッグマウスですね。まだ先輩、まあまあビッグマウスです、ええ。先輩、一体どこでレギュラーこんなに引いたんですか、じゃあ。先輩、どこでこんなに、先輩、序盤やばいじゃないですか。先輩、午前中、鬼畜じゃないですか。引くぐらい連チャンしてるけど、9割レギュラーみたいな時間帯、いや半端ねえっす、マジ。完全に子役取りこぼす恐れありますけど、このバーバー7って狙ってここに7狙うと高速押しで揃うんで、これを繰り返していくと2回に1回すげえ一発で揃うっていう現象が起きます。さっきまでベルとピエロ取ってた男のやることとは思えないですけど、まあこれジャグラーによるんですけど、ここで7がここに止まるリーチ目が出た時に、あ、そういえばって思い出してバナナって押すとビッグはすぐ揃うよっていう、ね、
ピエロ取りこぼした。ピエロ立ちすぎじゃないですかね。だいたいピエロが1回出る間にビッグが4回出るはずなんです。今ビッグ1回の間にピエロが4発出てるんですけど、これはちょっとあるな、間違えちゃったからこれは可能性としてはありますね。うん、何かしらのひょんなことからね、うん、それこそあの学校に行く角でこうピエロとビッグがこうバーンってぶつかっちゃって痛いっつってでピエロがこれね、これピエロがベルの氷こぼしだから重要してチェリー滑ってあのブドウは注がない、そのままやったらこれピエロがベルこぼしてるから、これはねあるね、これはもしかするとやった可能性あるな。今日の朝だい、もうやだやだ、レギュラーとの待ち合わせに遅れちゃう、あ、レギュラー待たせやつは、何お前ボーナスずらしてんの、やだビッグだよ、注文よく風情がはぁ、え、ピエ、ピエロになってるその頃一方ピエロは、あ、ベ、俺ビッグじゃんマジかよ、すげえ、マジか、俺がこの先、この先の人生俺が、俺が喜ばれる存在になれるんだ、確率が変わってないっていう。いやでも自分やっぱ今まで誰にも揃えてもらえなかったですし、千分の一以下でしかやっぱ出ちゃ、いやだって時には揃って舌打ちされることもありましたし、そんなやっぱそんな自分がこうゴーランプさんに祝福されて出てくっていうのはおいそれとできるものじゃないです。何言ってんのさ、しょうがないから私が代わりに出るよ、レギュラーおばさんこれ以上この台をはめるわけにはいかないね、あのイメージとしてはあなたはねラピュタに出てくる女心ってもんが分かってないねっていうおばちゃんがチェリーと一緒に出てきてくれる、まあ、チェリーは女の子だからね、おばさん僕も連れてってくれでビッグが言う前に多分ね時間来ちゃう、ギリ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 レギュラーおばさんがね今見せ場作ってくれてましたけど、これぼちぼちみんな席立って帰りますよ、本当映画館から、私はね、分かってます、うん、本来やれる子だって分かってるんで、見捨てずにずっとここにいますけど、そんな私にも残り時間というものがあるから、うん、分かってるね、うん、3分間だけ待ってやる、まあ、僕の方は実践が、終了なんですけれども、店内状況どんな感じだったのか、あ、やっぱ絆が結構あれかな、あ、朝一ガッて埋まっただけあって玉持ってる人がまあ結構多いっちゃ多いですね、 3,4 台に1台ぐらいはある程度固まった出玉を持ってるからと、これすげえな、やっぱセイントセイヤの爆発力半端ない、あー番長、うわっこの人4326倍持ってるの、まあ、これはさすがにね、窓マギ、あー窓マギの1出てるね、並びで結構出てる、で自分も最後触ったジャグラーですけど
花花がね、元気な地域とはいえ、これもう11度、12、まあ、中間以上は結構使ってる感じでしょうね。だから稼働が花花よりも多少穏やかなんで、降雪程度数は花花よりは少ないと思いますけど、たどり着きやすい差で言ったらジャグラーの方が上かな。ここにも1700枚、やっぱ花花元気ですな。はい、2800枚、この時点でノーマルでね2000枚近く持ってればね、まあ、オキスローは、やっぱ地域柄もあって他の騎士よりも稼働が高いし、まあ、ベースも高めでは感じれるぐらいでしょうね、うん、まあ、番長、絆、オキスロー、まあ、この3本立てで、攻めるのがこのホールで勝つんだったら得策かなと思っております。はい、というわけで、実践が終了いたしました。うん、このぐらいの滑舌になる3枚でしたね。結果の方が番長すぎに朝1行って、次がアイムジャグラー EX の AE2 台を打ったわけなんですけども、まあ番長の方はですね、悪くはないけど良くもないっていう感じで、挙動的にはまあまあの感じで続いてたんですけども、まあ番長に使ったのが17,000円、かなりこう綱渡りで出玉を伸ばしてたんですが、まあ何はともあれ、もうラケットを担いだノリオがですね、もう全てを台無しにしてくれたという、まだ ART 中のやつは言われてるんですけど、いやーねー、ART 終わってからのね、うん、チャンスパターンで4ゲーム継続して、で直特訓行って、直特訓じゃない、特訓に行ったのか、商店街行って、で特訓出てきて、いや、これ確定もあるよっつって、確定電池あるよっつって、まだあいつラケット持ってきてるでしょ、ラケット持ってきたから、いや、でも大丈夫、さすがに、まあまあまあって言ってる中で、弁当一つと MB からベル一発引っ込んで出てきたんですけど、もうね、もう確定出たかろうがなんだろうが、そこはわーって吹っ飛んでおくところなんですけども、今日一番の、うーんっていうのをやったでしょ、あいつが。ね、本来あのレバーオンチに聞くブーンっていうのがノリオの心っていうのがね、こうヒヤー流した枚数が600枚です。展開負けっていう形だったと思うんですけど、トータルの3枚が、マイナス250枚と、うん、まあちょっと岐阜まで徒歩で散歩してきたのでマイナスにあんまじてしまったわけなんですけども、まだまだね、本当今日2日2本立て、明日もう1回実践してトータルでプラス1000枚、散歩はまだ途中です。というわけで締めたいと思います。もうちょっとね展開に、恵まれず無駄話が過ぎた実践となってしまいましたけども、私のもうパチスロライター人生の中で、無駄話、僕がね言ったんじゃないんだよね、誰かがねなんか生放送かなんかでコメントをくれたんですけど、何年か前に、お前は口から引きが逃げていってるっていうね、喋れば喋るほどに引きが弱っていくっていう、ちょっとも反省しない、明日だからちょっとね寡黙な感じで、次回はもお店さん変わりますけど出玉の方でね見せたいと思いますので、無駄話にお付き合いしていただいて最後までありがとうございました。ぜひとも私が選んだ1名皆さんが当選できるように応募してください。私は1250枚きっちり出してその散歩を終えたいと思います。それでは歩いて帰ります。お疲れ様でした。